まりましたビジネス天国沖縄の時間です。この番組はビジネスの世界で活躍する方々をお迎えして、ビジネスの秘密のノウハウや経験を聞いちゃおうという番組です。また業界人はみんな知っているが、一般的には知られていないこと、非常識な業界常識などについてお伺いいたします。この番組でメッセージを募集しています。メールアドレスは 761@fmkoza.jp、 ファックスは 098-934-8653。 また FM コザではユーストリームとツイキャスで映像と音声を配信しています。 FM コザのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。お気軽にコメントください。よろしくお願いいたします。この番組は平総合事務所、ストレスマネジメント沖縄、中曽根智弘弁護士事務所、TBL 投資アカデミー、トータルヘルスウルル、サンキャッチ企画の提供でお送りいたします。はい、本日もビジネス天国沖縄をお送りいたします。ゆみちゃん、はい、よろしくお願いしますよろしくお願いします。一緒にやって、はい、2回目いや、3回目、はい、まだ全然ね、フィットしてない感がありますかありますがまあね、毎回素敵なゲストさんが来ていただいて、はい、本当に毎回ね、うん、この1時間で、もううなったり感心したり、はいはい、もうね、感動したりね、はい、本当にすごい1時間だなと毎回思ってるんですけどもね、実は本日も、はい、さっきねちょっとお話伺ったんですけど、すごい方が本当ですよ、皆さん来ていただいてね、はい、本当にね、こういう人が世の中を変えていくんだろうなというようなね、方が今日もいらしてますのでね、はい、CM の後にご紹介したいんですが、私の、ブログ、新座哲也 .com にアクセスしていただくと、当番組のですね、過去のゲスト様動画で見ることができますので、はい、新座哲也 .com の方もですね、ぜひアクセスしてください。当然今日のゲスト様の映像も、数日後にはブログにアップしますので、そちらの方もチェック、はい、してください、はい、それでは CM の後にご紹介したいと思います。一旦 CM です。はい、ビジネス天国沖縄をお送りしております。毎回ですね、うん、本当に素敵なゲストさんが来ていただいて、はい、うん、いろんな、ね、お話を伺っているんですが、本日もまたね、本当に素敵な、はい、方が来ていただいております。実は1年ほど前にね、はいはい、当番組も、ご出演していただいたんですけども、はいはい、今回2回目となりますね、はい、いやいやいや、なんとね、まあ、すごい音楽されてる方なんですけども、ね、うん、なんとね、音楽のジャンルを作ってしまったんですよね。いや、これはすごいですよね、うん、早速ですね、ご紹介したいと思います、はい、本日のゲスト様はですね、バイパーバイオニストとしてですね、今ね、全国的に活躍されております大城敦弘さんです。大城さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、大城さん、いやー、もうね、大城さんと会うために僕テンション上がるんですけどなんとね、このまだまだね、こうなんていうんですか、初めて聞いたっていう方もいらっしゃると思うんですが、はい、琉球バイオリン、はい、バイオリンに琉球がついてますが、はい、ね、本当にこうジャンルは大城さんが作ったということでね、もう今日はいろんな意味で、うん、ね、本当に楽しいお話が聞けるんじゃないかなと思ってるんですけども、まあ、冒頭ですので、大城さんの方にちょっと自己紹介のお願いしたいんですけども、はい、大城敦弘と申します。出身は那覇なんですけれども、現在は京都の方で音楽をやっております。でバイパーバイオリンというちょっと変わった楽器を使いまして、6弦の Y 字型のバイオリンなんですが、これを使いまして、まあ、いろんなジャンルを弾く中に重要な一つのジャンルとして琉球バイオリンという音楽をやっております。これはですね、私が小さい頃から自分が聴きたかった沖縄のインストゥルメンタル、楽器のための沖縄音楽を、まあ、大きくなってから沖縄にはあんまりインストゥルメンタルはないんだよということを知りまして、なかったんなら自分が聴きたかったものは自分で作れという、そういうことで作り出したものが琉球バイオリンというジャンルです。で、あちこち行かせていただいて、まあ、海外の方にもちらっと行ったりもするんですけれども、結構いろんなところでご好評いただいてます。で、沖縄の音楽は、まあ、三線が有名ですけれども、
三振でなくても沖縄の音っていう、その沖縄のメロディーであったり沖縄の雰囲気であったり、そういったものが、まあ、世界のいろんな方々に受け入れていただけるものになっているかなと思います。いや聞きましたか。ないんだったら作ってしまおうっていうね。これはもう幼少期にそれを考えていたっていうのもあったんですか。ですね、初めてバイオリンで沖縄音楽を弾いたのが確か7歳の時なんです。でその時はですね、うちの親戚のおばあちゃんの鹿島屋祝いがありまして、でそこでその時はメロディーだけを弾いたんですけど、まあ、すでにその頃から沖縄音楽のインストっていうのは興味がありました。7歳の頃から。はい。いやそう思ってもね、なかなか本当実際にねできないですよ作るとなるとね、はい、しかも今プロとして、はい、全国で活躍してるわけですからね。音楽を始めたきっかけっていうのはどういうところだったんですか。きっかけはですね、うちにおもちゃのバイオリンがあったんですよ、はい、でそれを何回も弾く真似をして、で家族の誰も本物のバイオリンを知らないもんで、はい、でその見よう見まででこうキコキコやってたら、まあ、バイオリンの先生たまたま知り合いづてで見つかりまして、で連れてってもらったんですよね。で行ったはいいんですけど、先生まあ厳しい先生で、まあ、とてもいい先生です。その最初は5、6歳の子供がこう親に連れられて無理やり引っ張られてきたのかと思ったんでしょうね。で2週間経ったらいらっしゃいって、まあ、追い返されたんですよ、はいはい、で、まあ、親としては次もお尋ねしていいのやら迷ってたらしいんですけど、うん、まあ、私はそんなことは知らないので、あのもう2週間経ったんじゃないか行こうよって親を引っ張っていきまして、逆に。そしたら先生があら、この子本当に自分でやりたいのかなというわけで、うん、あの入門を許されました。なるほど。試したんでしょうね。多分そうなんでしょうね。ちっちゃい子がやりたいっていうのはどうせ一過性のもんだろうという。でなんかバイオリンっていうとなんか親がもうバイオリストで、うん、はいはい、一家音楽家が揃っててっていうイメージがあるんですけど、そういうイメージあるみたいです、ね。はい、ありますあります。もう全くそれとは外れてますけど、はい、うちの場合唯一大城さんがこのバイオリンという音楽っていうのに興味を、あの兄弟はあの興味あるみたいで、姉はピアノをやって、姉はあもう一人の姉は歌を歌ってっていう風に、あの楽器っていうか音楽好きではあるけれども親がやるというわけではないんです。でもこうちっちゃい頃にねバイオリンに興味があって触ってたっていうのはやっぱり何かあったんでしょうね、こう感じるものというか、かもしれませんね。いや今日帰り僕あの100均行ってバイオリンのおもちゃ買ってこうかな。不自然に子供の前に置いておくのあんまり効果なさそうですね。もうその頃からでもずっとバイオリンを、はい、一応続けております。なるほど。もう大城さんにとってこのバイオリンの魅力っていうのは一言で言うと、バイオリンの魅力ですね、はい、あのいろんなもの、いろんな音が出るんですよ、はいはい、そのなんていうか音楽的っていう、そのいろんな表現ができるっていうことにもまあつながるんですけど、はいはい、とにかくいろんな音が出るんですね、うんうん、鳥の声が出てみたり乗り物の音が出てみたり、はいはい、もちろんでなんかちょっとボンボン時計の真似ができたりとか、うんうん、そういった音遊びっていう点ではこれほど遊べる楽器はなかなかないんじゃないかと思います。なるほどね。そこに魅力を感じて、はい、もういろんな表現力のあるで、また持ち運べるサイズなのでいいですよね。なるほどなるほどなるほど。なるほど。でも海で弾いたりとかするんですか。あのはい、やりますね。あんまり潮風当てない方がいいです。確かにそうですね。でもね、僕音楽一切できないので、なんかこう音楽弾ける人にすごく憧れますね。そういう場合はもう今日から始めましょうか。そうですね。僕カラオケよく行くんですけど、あんまり音楽弾けない。いや音楽やるんですか、ゆみちゃん。ですね、少しばかり実は。初耳だ。あの三振をですね。そうなんだ。毎年夏になるとそろそろ時期なんですけど、へえ、やる機会があって。うん、なるほど。意外な一面を今、はい、出しました。
本当ですよね。本当です。で、大城さん、普段は京都の方で活動されてるっていうことなんですけど、はい、今回沖縄に来たのはまた何？今回はですね、ちょっとコンサートがありまして、はい、5月の19日土曜日に、はい、バイパーソロコンサートを那覇の方でさせていただきます。はい、19日というともう今週の土曜日ですよね。那覇のどちらになりますか？場所はですね、東町にあります、はい、カメラの森山アートというところの2階にオーマックスタジオという、このそれほど広くはないんですが、とても音響のいいホールがありまして、はいはい、そちらの方で昼夜2公演、昼の部が2時から、はい、夜の部が7時からそれぞれ2ステージずつ予定しております。こちらになっております。はい、はい、まず2ステージあるということなんですけども、まあ、チケットの方が、ご予約の場合は3,000円、当日3,500円と、はい、これ問い合わせの方はどちらの方に？問い合わせはカメラの森山にでもいいですし、また、はい、このチラシには私の番号も携帯も載せてますので、どちらでも大丈夫です。はい、このなるほどなるほど。番号をお知らせしましょうか？はい、お願いします。そうしましたら、カメラの森山がですね、098-867-7368、 098-867-7368、 または私の携帯大城宛に 090-2042-6801、 090-2042-6801、 こちらで前日ぐらいまでにお知らせいただけましたらご予約の方で扱いできます。はい、ということですね。ぜひ、あと大城さんの、ね、ホームページの方も先ほど見させていただいたんですけど、うん、まあ、大城さんの前こう、あ、琉球バイオリンでも検索できましたのでね、はい、琉球バイオリンと検索していただけると、はい、大城さんのホームページにトップに出ますのでね、そちらの方にもですね、情報ありますのでぜひチェックしてみてくださいということですね。よろしくお願いします。はい、5月19日土曜日、会場はですね、カメラの森山アート2階、オーマックスタジオということですのでね、はい、ぜひチェックしてみてください。生で聞くとね、まだ音楽ってやっぱりね、生で聞くとね、断然いいです。もう全然違いますよね、はい、お嬢さん、これ生ですよね、音楽はね、はい、いやで、もうね、お嬢さんがこのジャンルを作ったということで、今もう本当に海外でもすごい話題になっているということですので、ね、うん、その創始者であります大城さんの演奏を生で聴けるのもしかしたら、はい、もう今後本当になくなるかもしれないですよ。うん、忙しくなってね、今本当にチャンスですからね、まあ、地元沖縄ということですから、うんうん、また沖縄にはね来てもらわないと困りますけども、はい、まあ、もちろんです。どんなに忙しくなっても沖縄にはね、ね、来て演奏していただきたいなと、はい、どうですか、この三振してる由美ちゃんからして、このね、琉球バイオリンっていうね、ジャンル、いや今までにないですよね、絶対的に、うん、なのですごくこうバイオリンとも違った音じゃないですか。なのでこの魅力もぜひ皆さん味わっていただきたいなと思いましたね。はい、ぜひホームページ見ていただければ、うん、このなんですか、こう今ね、ウェブで、見ている方は分かると思うんですけども、肩にこうかけましたですね、そうそうそう、持っているというか装着しているという言っていいんじゃないかなと思うんですけど、一体化してますよ ね、もう完全に装着してるんですね。体から生えてますよね。そうなんか変身しそうな、ね、感じなんですけど、まあそういう感じで演奏するので、 なかなかね、普段見慣れない楽器といいますか、はい、そんな感じになってますね。もうビジュアル的にもすごくね、あまりもう見かけない、うん、な感じなんで、ね、そちらもね、ちょっとライブだとすごい盛り上がるというか、はい、ね、ビジュアル的にもすごく素敵だなっていう印象があります、ね、うん、すごい色も綺麗ですもんね。そうですね、これ沖縄の深い海をイメージした色なんです。あ、なるほどなるほど。でですね、客席側から見える部分と、あと演奏者からしか見えない部分があるんですが、はいはい、この演奏者からしか見えない部分が一番綺麗だという、ね、なるほど、はい、ここ本当に海の色に見えますね。そこを見たいんだったら演奏者になれという、そうだ這い上がってこい、ね、這い上がってこいということです。なるほどね、やっぱりその、ね、細部にまでこだわるっていうのもね、さすがだなっていう感じですけど、そういうのを含めてあれですもんね、ライブっていうのが完成するんですからね。なるほどなるほど。
確か5月19日ってもうあまりね日がないわけですけども、参加される方にここを見どころといいますか、こういう楽しみ方ってなんかいろんなお城さん的にこうアドバイスいただければ。そうですね、まずこの琉球バイオリンっていうジャンル、沖縄のインストゥルメンタルっていうのもぜひ沖縄の皆さんに、はい、聞くだけじゃなくてむしろ引き継いでいってほしいと思うんですよ。なんで演奏、バイオリンを演奏される方にもぜひ見ていただきたいなと思います。それからまたこのバイパーバイオリンという楽器自体が国内での専門奏者がどうもネットで見る範囲でまだ私一人しかいないというそういうちょっと変わった楽器なので、その楽器の魅力もぜひご覧いただきたいと思います。でこのステージでは琉球バイオリン以外に世界中のいろんな国の音楽をこのバイパーバイオリンでできる形にアレンジしましてご紹介したいと思います。なるほど、世界に一人の男が今 FM 小座にいますよ。いますよ、はい、いや素晴らしいですね。大城さんにと的にはもうどんどんこう広げていきたいっていう気持ち、はい、そうですね。じゃあぜひねライブに来ていただいて、はい、ぜひご覧ください、はい、いや絶対インスピアする人いると思いますよね。いやいると思いますよ。いると思いますよ。ビジュアル的にかっこいいですもんね、うん、ね、本当にかっこいいです。ちょっと飛びそうな形してますね、宇宙船っぽいというか。もうお嬢さんたまに飛んでるんですよ、これ、ねね、弾きながらで本当に飛んでそう意識はいつも飛んでます、あっちも飛んでますよ、意識。あ、飛んでます。なるほど、なんか若い人とかね、なんか新しいもの好きとか、はいはい、そういう音楽好きな方がね興味持ちそうなイメージはすごいありますけどね、うん、またこれですね、複数で演奏すると迫力あるでしょうね。あ、これですね、あれでしょうね。でも私一人で 5,6 人分鳴らしますので。なるほど、なるほど、はい、複数人いるともう 5,60 人分鳴るっていうことですか。あ、なるほど、オーケストラですね、もうそうですね。はあ、いやーいやーすげー、ね、ゆみちゃん、ぜひ、はい、ね、うん、2人目、世界2人目本当ですね。いかがですか、ね、世界と国内ですか。国内、国内あ、だいぶ今、キュッとこう、ちっちゃくなりました。ここに話を大きくする癖があるので、いやでもね、本当にそれほどね、貴重なライブが今週土曜日に、ね、ここ、沖縄で聴けるということですからね、はい、もしかしたら歴史の目撃者になるかもしれないですよ、これは、はい、ということでね、お嬢さんどうですか、こう、もうね、19日まであまり時間ないですけども、はい、あ、いやもう、はい、準備はバッチリです。バッチリだなるほどね。あとですね、このバイパーも珍しいんですが、まだもう一つループペダルっていうのを使って演奏するんです、はいはいはい、でそれは自分自身と共演するペダルなんですが、はい、こう自分が弾いたもの、今弾いたものを録音してそれを、ループなのでぐるぐる同じところが回るんですけれども、はいはい、それの上にさらに次のパート、次のパートというふうに重なることができます。そういうことをするとちょっと過去の自分、さらにもう少し過去の自分、もうちょっと過去の自分と共演するということができます。それで 5,6 人分鳴らせるんですよ。なるほど、なるほど。でそこもまだそれほど一般的ではないので、ループペダルも、なのでそれの魅力もぜひご覧いただけたらなと思います。いいですね、過去の自分を重ね合わせる、まるで人生そのものじゃないですか。そうですねまあでもなかなかこれシビアで、過去の自分がちょっと失敗するとそれが永遠続くんですよね。追ってくるわけですね、失敗が。であまりそうそう、なるほど、なるほど。実は今日ね、CM を挟みまして、はい、後半大城さんに、なんと演奏していただけることに、ありがたいです。まあ、ここまで聞いたらね、リスナーのことはちょっと聞いてみたいっていうね、はいはい、もう今テンションが上がってるでしょうからね、うんうん、後半はね、お嬢さんが演奏してくれるということですので、CM を挟んで、はい、お嬢さんにその辺もお願いしたいと思います。それでは一旦 CM です。はい、ビジネス天国沖縄をお送りしております、本日のゲスト様はですね、沖縄出身でありまして今全国的に活躍しております、うん、バイパーバイオリニストですね、大城篤弘さんです。大城さん、引き続きご飯もよろしくお願いします。お願いします。はい、もういろいろね、もう前半、はい、いろいろお話を伺ってね、もう改めてすごいなっていうね、感じなんですけどね。沖縄出身の方がね、こうやって音楽のジャンルを自分で作って、全国的に活躍してるっていうのはね、沖縄出身の僕からしてもね、なんか嬉しいですね。嬉しいですね。
もうどんどんね、さらに活躍していただいて、この、魅力をね、皆さんに伝えて行っていただきたいなと思うんですけど、その大城さんの演奏を実は今週の土曜日に聞く機会があります、はい。5月の19日土曜日、カメラの森山アート2階オーマックスタジオ、那覇のですね、東町にあります。チケットがご予約の場合は3,000円、当日が3500円となっております。昼の部が、14時から、13時30分開場、夜の部が19時ですね、18時30分開場となっております。琉球バイオリンで検索していただくと、お城さんのホームページに、行きますので、そちらの方もチェックしてください。はい、情報ありますので、はい、ぜひぜひチェックしてくださいということですね。先ほどね、前半も言ったんですけど、大城さんがなんと演奏してくれるということですのでね、今日はいろんな形でいろんな場所で聴かれている方がいらっしゃると思うんですが、もうぜひね、この時間は、数分になるとは思うんですけども、リラックスして、ね、心をね、ゆったりとしていただけたらいいかなと思っておりますね。どうですか、ゆみちゃん。ワクワクしますね。はい、本当に生でね、聴けるということでね、本当にありがたいですね。はい、大城さん、いいですか。はい、はい、はい、ということで、今週土曜日にですね、ライブを控えています大城さんが、このラジオ FM 小座の方からですね、生で皆さんにお届けしてくれるということですのでね、はい、ぜひお聞きください。じゃあ大城さん、よろしくお願いします。お願いします。3つのパターンで演奏したいと思います。最初はですね、こう沖縄の音楽をバイオリンで弾くっていうと、まあ変な顔されたりもするんですよ。え、三振じゃないのとか言われるんですが、まずその最初のパターンを弾いてみたいと思います。はい、沖縄のメロディーをバイオリンで弾くとこんな風になります。曲はですね、イニシリブシという曲で弾いてみたいと思います。これだけ聞くとなんてことはないと思うんですけどね、これを琉球バイオリンにするとこんな風に変わります。さらにですね、これをバイパーバイオリンバージョンでループペダルを使って弾いてみたいと思います。イニシリブシ。
ありがとうございます。いや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 僕ね横で聞いてるとね本当に鳥肌もんですね。鳥肌ずっとですね私。いやお嬢さん、なんかさっき大城さんがおっしゃったように、はい、本当に大城さん一人ですよね。ですね、はい、一人で弾いてます。何十名かいるように聞こえますよ、ね、本当に本当に。そうそう、何十名どころか祭りの、まあ、そうイメージが、ね、前頭エーサーで、はい、なんかこうね、あの大勢で演奏してるのが遠くから聞こえてくるような、うんうんうん、不思議だな。バイオリンなのにね、なんか昔から聞いてたような。あ、それありがたいですね。すごいなんか耳に残りやすい。そうで、すんなり入ってくるんですよね。そうこれ何なんですかね。すごい心地よくなりますね、はい、ありがとうございます。あの現在でこそこのバイパーバイオリンで演奏しているので、さすがにこれはあの言われないんですが、この普通のバイオリンで演奏してた頃ですね、このあちらの内地の方で演奏してると、お沖縄には昔からバイオリンあったんだねって言われるんですよ、はい、そのぐらい自然に聞こえてたみたいです。でそれがまあバイパーバイオリンに変わりまして、その歌三振のパートだけを普通のバイオリンで弾いてたものがバイパーに変わると、それに加えてちょっとハモってみたりとか、それから太鼓の音が入ったり指笛の音が入ったり、でもう一人で全てのパートをできるようになったということです。いやもうね、なんかこう重なってるいろんなものが、そう本当に祭りが出てくるんですよね、映像として。本当にこの沖縄の楽器を全部表現してるですよ。いや本当に鳥肌立ちました。全く違和感がないですよね。ありがとうございます。いやなんかこう新しいジャンルの音楽を確立しつつ、うん、なんかこう沖縄のベースは本当にしっかりと、はい、というか捉えていてるというか、やっぱりこう昔から沖縄で音楽をやってる方ならではというか、全く全然違うっていう印象が全くないですよね、うん、演奏を聴いててもね、うん、いや本当に横でね、こう本当にこう間近でこう聞くっていうのはある意味贅沢なね、はい、いや本当に贅沢ですよ。内部でもね、はい、なかなかこの真横で聞くっていうのはないと思うんでね。なかなかないので。いやこの空間でね。そう。いやぜひね、リスナーの方にもね、生で聞く機会をね、もうありますからね、今週土曜日でね、うん、ぜひ、チェックしていただきたいですね。5月19日土曜日なのでありますのでね。はい、いや絶対行った方がいいです、皆さん。いやいやいや、いらしてください。はい、わかりました。やっぱり先ほど大城さんがおっしゃった、それもやっぱり最大の魅力の一つですよね、このいろんな音楽を重ねていくっていうのが、ね、そうですね、はい。大城さん一人しかいないですからね。本当にやっぱでも聞いてみて、あ、言ってたのが納得っていう感じでも、うんうん、伝わると思いますので、うん、絶対見に行ってこの体感していただくのもいいかなと思いますね、はい、逆にまたね演奏したいっていう方もどんどんね増えていただければね、うんうんうん、いいかなと思いますので、そういう意味でもなんですか、この土曜日の機会をね実際生で見ていただいて、うん、大城さんはあれですか、これ終わってまた大城さん声かけても大丈夫なんですか？あ、もちろんです。いや、どんどんお声掛けいただけると嬉しいです。ね、会場に行って大城さんにね、ラジオ聞いた方はまたね、今日ラジオの続きとかね、うん、ラジオで聞けなかったことを直接お話が聞けると思いますし、またここに音楽を枠を超えてこう新しいものを作り出していくっていうのもね、うん、なんかこう見ていてすごくすがすがしいというか、うん、もう応援したくなるなっていう、まあ、大城さん自体がそういう雰囲気持ってますからね。ありがとうございます。あんまりねベラベラ喋らないけど言うことが的確と、はい、僕と丸ので真逆というね、私です。まあいいじゃないですか、そう僕たちもいいところあるんですから。あ、そうか。はい、ということで、まあ、大城さんの方からねもう一度ちょっと告知の方もお願いしたいんですけども、はい、はい、今週末です。5月19日土曜日、那覇市東町にありますカメラの森山アート2階のオーマックスタジオにて、琉球バイオリンとバイパーの出会いというコンサートをさせていただきます。昼の部が14時から夜の部が19時からあります。チケットがご予約3000円、
当日受付だと3500円になります。前日までにご連絡いただけますと、あのご予約扱いでお入りいただけます。でお問い合わせ先なんですが、カメラの森山、098-867-7368、 098-867-7368、 または私の携帯 090-2042-6801、 090-2042-6801 まで、ご連絡いただけましたら、あの嬉しいです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、おしろさん、はい、メールが来てますよ。お、はい、みどりさん、はい、こんにちは、琉球バイオンですか、初めて聞きましたが、とても素敵な音色ですね。 ありがとうございます。いやね、いろんな感情が湧いてきますよ、大城さんのね、うんうん、音楽を聴くとね、はい、あの懐かしさと新しさとか、なんかいろんな感情が同時に湧き起こってくる感じがすごくしますね。やっぱりこうリスナーの方にもね、はい、それが伝わってますね。このメッセージね、とても嬉しいのが、はい、音色がいいとか言ってください、はい、これあのとても貴重なことなんですよ、はい、っていうのは、はい、バイパーバイオリンというのはエレクトリックバイオリンの一種なんですけど、はいはい、エレキバイオリンで綺麗な音がする楽器っていうのがまだ一般的じゃないんですね。大抵、まあ、カーカーうるさかったり、 あるいはこう鼻つまんだようなこう音がしてしまう。それを綺麗な音にするために改造に何年もかけたんです。なのでこういうコメントとても嬉しいです、うん、いや音楽されてる方なんですかね。ですかね。こうなんか短い言葉でもなんかね、深みを感じますね。いやでも音楽してても、はい、してなくてもすごく伝わるこの音色だと思いますよ、はい、ある意味沖縄の音楽っていうのも音楽の枠を超えてますもんね、うん、そうです ね音楽というかもう DNA に入ってますからね、私たちは、ね、完全にね、はい、いやでもなんか新しい音楽なんですけど、全く違和感がなくこうスッと入ってくる。でさらに懐かしさと新しさが同時にね、感じることができるっていう、うん、なんか不思議な感じがすごくしますね、うん、嬉しいです。はい、ちなみに大城さん、あの海外でも好評いただいたとお話しいただいたんですけれども、はいはい、今までで何カ国ぐらい海外で演奏は、あのまだそれほどはないんです。あの実際に演奏したのはあのスコットランドの方で演奏させていただいて、もうバーッとね、英語でマシンガントークで話しかけられて、君どっから来たんだ、こんな演奏見たことないよ、こんな楽器も見たことないよって、こうベラベラベラっと話されて、でそのスコットランドから帰って、あこれ英語が聞けたら、まあちょっとだけは話すんですけど、 もっと聞き取り、こう耳を鍛えたら海外もっと楽しいなと思って、それ以来毎日英語聞くようにしてるんです。で、まあ、そういう体験と、あと私の CD がですね、いろんな国に行ってるんですよ。まあ、スコットランドもそうですし、それから、デンマークですね、カナダ、それから南米ボリビアにも行ってます。でそれから先日行ったのがアルゼンチーナ、うんうん、あの少なくとも、あアルゼンチンですね、はい、あの少なくともあの知ってる限りでこれだけ。その友人の方々が何枚か持って行ったので、他の国にもおそらく行ってるんじゃないかと思います。で何でも聞いた話によると、はい、カナダの小学校かな、で日本の文化ということで、うんうん、どうも私の CD 紹介してくれたらしいです。いや、いいと思います。あっていうのは CD の中にですね、はい、英語の解説も入れてるんですよ、うんうん、あの特に京都は観光客とか多いので、海外の方に聞いていただく機会が多いんです、うんうん、でそこでこうね、人だかりができたりして、はい、でいろいろ話しかけられるので、であもっと海外に向けて発信していきたいなと思って、うん、今回ですね、英語のファーストの方は英語と日本語だけだったんですが、うん、セカンド CD、 これ4月の28日に出たばかりなんですけれども、今度は4カ国語を入れてみまして、一つはまあもちろん内名口の解説を入れて、はい、それから英語ですね、うん、でそれからスペイン語、そして日本語、この4つの言葉を入れてあります。でスペイン語の方はあのアルベルト・シロマさんが訳してくださいました。とてもそれぞれ美しい
あの役入ってとてもありがたいことです。いや、確かに海外でもすごい話題ということですね。うん、いやでもあの沖縄からこうできたジャンルといいますか、それが海外の方でもね喜ばれてるっていうのも沖縄県民としてもすごく嬉しいですね。うん、先ほどねあの大城さんがご紹介した CD 動画今あのありますので、琉球バイオリン2でよろしいですか。はい、はい、まあセカンドどうなんでしょうね。ルパンザサードなので琉球バイオリンセカンドかもしれない。セカンドということで、琉球バイオリンセカンドということで大城さんの CD こちらでご紹介したいと思います。これはあのどちらので購入。あ、こちらは私のホームページまたはですね那覇市にあります宝楽器の方で純駆動の向かいにあります。はい、そちらの方であの店頭販売もしております。うん、なんかドライブしてる時とか、あ、いいです ね、 ね、海で一人でぼーっとしながら、いいですね、聞きたいですね。聞きたいです。黄昏たいな。あ、いいですね、これ聞きながら、あ、いいですね。いいですね。部屋でかけてちょっとあのゆっくりしたりとかね、ゆっくりしたりとかね、はい、いいかもしれないですね。結構今あるじゃないですか、いろんな、 なんていうか SNS とかいろんな情報が入ってくるんですけども、はい、全て、まあ、この CD の時間だけはカットして、はい、この CD を聴きながらね、はい、ゆったりするのもねいいかもしれないですね。いいですよ、本当に。いやいや、おしょさん素敵な仕事してますね。 ありがとうございます。はい、今 BGM でもこの大城さん、はい、セカンド CD がちょうど流れています。方が何曲か流れてるんですけれども、これを聞いて、あ、いいなっていう方はぜひ、宝楽器、はい、宝楽器にあります、見てありますので、ぜひまず聞いてみてくださいっていう、あの今週もイベントの方ありますのでね、はい、そちらの方にも実際に生の音を聞くの、あの、はい、もちろんあのコンサート会場でも CD 販売いたします。いやこれはですね、今後ろでね BGM で流れてますけど落ち着きますね。何なんだろうな、落ち着いてますか。落ち着けないけど。あなたに言われたくない。5枚ぐらい聞かさないといけない、同時に。そうじゃないと落ち着かないと思います。はい、ぜひね、この BGM で流れている素敵な音をですね、ぜひあの CD で聞くこともできるということですね。はい、ホームページから買うこともできるということですね。まあ、県外の方がね、聞いてたらあの宝楽器にはなかなか行けないと思いますのでね、あのホームページの方からも購入可能と。はい、琉球バイオリンホームページの中にショップというコーナーがありまして、はい、そこの方からあのご申し込みいただけます。うん、ぜひチェックしてみてください。あと大城さん の、 あのライブとか行きたいなっていう方いらっしゃると思うんですけど、はい、そちらもホームページのトップにコンサート情報載せてあります。はい、今8月分ぐらいまで載せてあります。あのまだあの更新できてないところもあるんですが、はい、あのはい、あの決まり次第載せていきますので、はい、よろしければご覧ください。はい、ちなみにあれですか、今はどちらの方で8月までやる予定教えていただきたいんですけど。あ、ですね、ほとんどは関西の方であります。はい、お寺さんで弾いたりもありますし、うん、それから沖縄料理の大阪の方の沖縄料理のお店で弾いたりもあります。はい、宝塚でもありますね。ソロコンサートやっぱりあの一度はお聞きいただきたいなと思います。あの他の方とのコラボももちろん楽しいんですが、ソロはですねちょっと予想を少しだけ超えてみたいなと思うんですね。いろんなジャンルを沖縄音楽に限らずいろいろなものを演奏しています。なるほど。いや僕ね、県外で大城さんの沖縄居酒屋で聞きたいな。なんかよくないですか。いいですね。僕ね、県外に沖縄居酒屋に行って大城さん、沖縄出身の大城さんが演奏しているのを県外の人が見ていいなっていうのを横で見たいですね。あ、なるほど。いや、わかります、気持ち。気持ちわかります。ほらほら。知ってる、知ってる。沖縄の音楽いいでしょ。すごいでしょっていう。っていうその優越感を味わいたい。味わいたい。そしてたまには歌いたい一緒。ダメですよね。あ、歌えますか。ああ、伴奏できますよ、多分。マジですか。じゃあ、はい、早速今日から練習始めて。でもね、ゆみちゃんも音楽してるというね、全く
想像しなかった。本当ですか？実は。でもあれ音楽してる人にとってなおさらね、この大城さんの凄さというか、うん、伝わってるんじゃないかなと思うんですけどね、はい、うん、いや本当ですよ。いや三振一本しかも3弦しかないじゃないですか、うん、沖縄三味線は、うん、あのその音を出すのにも大変なんですけど、うん、これも含め、まあね、先ほど演奏してくれたこの指笛の表現とか、はい、サンバもあるんですか？あ、それっぽい音も出します。なるほど。沖縄の奏でる音とか全部出てたので、トリアなもんですよ本当に。あれはね、沖縄出身の DL に入っている人しか表現できない。そうですね。いやでも本当と思いますよ。沖縄の人はあの特にリズム感もいいしっていうのも、うん、皆さん言っていらっしゃる。よく聞きますね、うん、それはやっぱこの伝統があるからこそ、うん、この持ったものがあるんじゃないかって話も聞いたことあるんで、うん、特にねこの小座の町というのはね、エーサーの町でも知られてますからね、うん、もうちっちゃい頃からもう生まれる前から聞いてますからね。そのお腹にいる時から、お腹にいる時から毎日のように聞いてますからね。いや大城さんが今後もね、全国で活躍していくのが本当にね楽しみですし、なんか誇りというかね、うん、いう感じですけども、頑張ります。はい、もうぜひ沖縄にもまだね、今週土曜日以外には、予定が沖縄での演奏の予定がないということなんですが、はい、積極的にもぜひね。先週一つあったんですよ。あ、なるほどなるほど。はい、その時はピアノボーカルの素敵な方と共演させていただいて。ピアノボーカル、はい、ピアノ弾きながら、あ、弾き語りっていうんですかね。でその彼女の曲にバイオリンを乗せてみたり、そういうこともしました。またこう何とコラボするかによっても全然また雰囲気がガラッと変わるんでしょうね。そうですね、三振ともやりますし、太鼓っていうかパーカッションのみとか、それまあピアノが入ったりとか、それから普通のバイオリンとも共演しますし、でギターはよく一緒にやりますね。でこのいろんな楽器と合わせると違うジャンルができるので、はい、そのいろんなジャンルで演奏したいんですよ。この沖縄音楽以外にもよくやってる中に、まあ、カントリー音楽であったりアイリッシュ音楽であったり、はい、でまあ、クラシックも弾きますけど、その世界中のいろんな民族音楽をよく弾いてます。いやなんかこう全くピアノとか全く違うジャンルと組む、大城さん自体がもうチャンプル文化ですよね。うちなんちゅですから ね。そうですね。いやもうなんか受け入れ体制抜群ですね。何でも弾きたいと思ってるんですよ。で、よく音楽にこうなんていうんですか、国境はないみたいなことを言いますけど、はいはいはい、音楽やる人ってね、案外自分がやってるのが一番好きなので、で他ジャンルもいいんだけど、やっぱり自分のジャンルが一番好きだよという、そういう傾向ありますね。で、はい、もちろんそれも大事なことなんですけど、そのいろんなものをこう、あれはちょっとって言わずに何でもやりたいんですよね。で和楽器琴とかとも共演したりしますし、でいろいろやるんですけど、ちょっとね挑戦しててどうしてもこれは難しいというのが一つだけあるんです。はいはい、で何ともどうやったらこれに手が出せるんだろう、それはですねラップなんですね。あ、なるほど、なるほど、はい、これは難しいですね。バイオリンで歌詞がなくって言葉がなくてさ、どう入れようっていう。なるほど、なるほど。テンポも違いますからね。早い遅いよりも、そのなんていうか、言葉、韻を踏んで遊びますよね。あれはさすがにできないんじゃないかと。まあ、これをできる人がいたら見せていただけると非常に楽しいなと思うんですけどね、バイオリンでそういうの。じゃあ大城さんの当面の目標ですね。ああ、いやちょっとは今の半分冗談です。なるほど。半分冗談なんですか。はい、僕たち真面目だから全部真に受けるんですよ。そうなんだ。まあでも今後もね、いろんなジャンルと、はい、はい、何でもやりたいと思ってます。はい、ぜひラップともね、あ、はい、コラボしていただいて。いやでも本当にいいっすね。なんか
いろんなジャンルとやるとまたいろんな楽しみ方があって、それを聞く方もね、新鮮でっていうことでね、なんか料理があってこうちょっとスパイスをかけると料理の味がガラッと変わってしまう、風味が変わってしまうっていう感じですかね。ですね。いい表現しましたね。毎回いいこと1回か2回言うんでしょう。ああ、それは貴重ですね。来ましたね、今日も。来ましたね、来ましたね。来ましたね。危なかった、時間切りましたね。で、おしろさん、ちょっとね、残る時間も少なくなってきたんですけど、はい、まあ、おしろさんの今後の活動といいますか、うん、夢といいますか、目標とかあればお聞きしたいんですけども。目標ですね。沖縄音楽、もちろん三線に代表される素敵な音楽、すでにこう確立されてますけど、インストゥルメンタルの沖縄音楽も素敵だよということをどんどん広めていきたいと思ってます。で、いろんな全国各地、それから海外の方たちにもとてもご好評いただいてます。こう、なんていうんですかね、沖縄の音、その音だけでもいろんなところにこう挑戦していけるものだと思っていますので、ぜひそれを一緒に広げていきたいと思います。ぜひ応援をよろしくお願いします。いや、応援しますよね、それはね。バイオリンなのになぜか懐かしさを感じるって、なんかね、不思議な感じだなと、はい、やっぱり沖縄音楽ってそういうなんかあるんですかね、こう三線じゃないですけど沖縄を感じるんですけど。あ、それを探して20年かけたんです、はい、なるほど。20年って僕まだ生まれてますね。生まれてますよね。いや、でもね、20年かけてここまで来たっていうことなんですけど、またこれからもね、まあ、20年、はい、30年といろいろ研究されていくと思うんですけど、またね、はい、演奏するたんびにいろんなジャンルとコラボするたびにね、うん、また新たな大城さんが発見があって、はい、またどんどんね、カスタマイズされていって、はい、どんどんね、いい音色になっていくんじゃないかなというふうに感じましたね、はい、頑張りたいと思います。やりたいです、私、はい、隣で本当に感動している。もうちょっと今日からバイパー始めましょうか。やりたいです。バイパーで喋る方が多いからね。あ、そうですね。黙れって言われる方が多いです。口ガムテープでやってからやってください ね、お願いします。あ、お嬢さん、はい、メールが来てます。ゆみちょうじさん、はい、お、あ、そういえばにも太鼓さんですから、前回もコメントくださったんですよ。太鼓、はい、さんもありがとうございます。で、ゆみちょうじさん、はい、こんにちは。あ、長中のお城くんだ、はい、めっちゃローカルな、まあですね、今休憩で那覇空港から那覇港に浮かぶ豪華客船を見ながら食事しています。 お城くんの演奏を豪華客船で金持ち外人に見せてみたいな。あ、ぜひお願いしたいです。まだ瀬戸内海の船では弾いたことあるんですけど、はい、はい、船の演奏も好きです。よければぜひお声掛けください。船はいいですね。やばいですね。これで朝日とか夕日があったら大変なことになりますね、これね。あ、そのね、夜明けが好きなんですよ、船の上から見る。ね、一曲作ったんです。本当ですか。ぜひぜひこれ実現するといいですね。はい、いや、でもオファー来るんじゃないですか、普通に。来ると思います。来ると思います、普通に。はい、よければぜひお願いします。ねえ、ラジオを聞きの責任者の方、うん、何の責任者か行こうかなんですけど、ぜひ大城さんのね、リキュバイオにアクセスしていただいてね、はい、なんかいいです、いいと思います、これはね。はい、大城さん、ちょうど時間がね、残り2分を切りましたけども、はい、またね、大城さんの今後の活動にもね、本当に要注意、要チェックですね。はい。ゆみちゃん、どうでしたか。最高です。いや、でも本当に新しいこのジャンルが私の中でも本当に今日が初めての体験でしたので、すっごい印象的に残っていますし、ありがとうございます、はい、今後ですね、だから絶対行くな、これって。もし船の上で演奏するのであれば、うん、この情報が入れば絶対私は行きます。お待ちしてます。はい、行きます。いや、参加しますって言ってあげてくれます。いや、でも本当にね、大城さんと会うたびになんかいろいろ自分自身もいい刺激をもらって、はい、沖縄の人がこうやってどんどんね、全国で新しいものを作る、やっぱり沖縄のなんか琉球魂とか琉球の DNA が大城さんを見ると感じるんですよね、うん、本当にもともと琉球の人はこうだったんだろうなって、うん、どんどん新しいものを作って受け入れる力もすごいってよく言われるんですけど、はい、大城さんまさにそのね、なんていうかな、生きた見本というか琉球人だなっていうのをすごく
感じますね、うん、あの音楽も聞きお話を聞いてさらに沖縄に誇りを持つような時間になりましたね、今回はね、はい、大城さん本当にお忙しい中今日はねあのお越しいただきありがとうございます。今週の土曜日のライブの僕もお伺いしますので、はい、その時また生で聴けるのを本当に楽しみしておりますので、ね、またねあのぜひお越しください。本日のゲスト様は琉球バイオリニストのですね大城篤弘さんでした。大城さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。